最初から言いますか。簡単にお願いします。簡単に、心臓が大きいということね、前と1ヶ月前と比べて、はい、でこの大きくなる要因として心臓というのは全身の血液が右の方に行きますね。それで肺へ流れて酸素と二酸化炭素と交換して、酸素が多い血液が左心房、左心室、それからまあここに左心室に100あったら1回ギュッと収縮すると100流れると。でもどこかわからないけども便の問題が起きる場合で心臓大きくなるケースが多いわけですけど、まあ例えば僧帽弁がおかしいと、そうすると100ある血液が90しかいかないと、10逆流しちゃう。で絶えず90の状態が続くとやっぱ低酸素、その情報が脳に上がっちゃう。で脳に上がったら心臓は命令します、もっと酸素送ってよと。そのためには便は治せないけど筋肉を分厚くして強い力で全身を行動するんですね。で左心室、もう一個前の部屋、絶えず、ね、100送られてくるのに10戻ってきちゃうから、この中の血圧が上がっちゃうからパンクしちゃいます。だから先を送らなきゃいけないから、やっぱりここも筋肉が分厚くなる。からさらにひどくなってくると、肺の肺と心臓の血管の血圧も上がって、肺の中の細かい血管も血圧が上がって、限界を超えると肺水腫になる。でここで知っとかなきゃいけないのは、この前に呼吸が速くなるということと、安静時呼吸数が、まあ、6秒で4回以上はちょっと心配かな、4回5回以上はね。だけどそのためには普段の安静時呼吸数を見とかないと、うん、そういうことなんです。で、まあ、心臓悪くなってくる時の症状としたら、まあ、動きたくなる、呼吸が速くなる、だからまあそれに伴って一般状態が落ちてくるというか、あと咳が出る場合もあるわけなんですけど、咳ってが出ちゃうと、その原因としてはその心臓と呼吸器の問題、要は気管炎とか気管支炎とかね、そういう場合でも、まあ、ひどくなれば肺炎だけど、はい、とあるということですね。これが一つ、はい、それからこれは今のところ症状出てないけど、やっぱあの第6腰椎、腰椎のこと L っていうね、はい、と第7腰椎ちょっとだけ歪んでると思うんだよね、この間も今回も、はい、同じポジションに取ると。だからこれは症状が出てくる可能性が近い将来か遠い将来か、出ないかもしれないし、あります。出るとしたら椎間板のヘルニア、椎間板ヘルニアの症状なんです、うん、でこれ、まあ、よくね、でここら辺がおかしいんですけど、これね、こんな感じでアッパー、ローア、アッパー、ローアとこう、要は頸椎の大体333で、こんな上の方がおかしいとさ、はい、こっから後ろ全部おかしくなっちゃうわけですよ、うんうんうん、ね、で一番椎間板ヘルニアが多いのはここなの、はい、胸椎と腰椎の横、真ん中辺、ちょうどここが一番多いです、はい、でこの子の場合はこの下の方で、ここがおかしいと L、ローアモーターニューロンサインって言って、これがおかしいとね、何かな、反射は普通か更新してくる、んで、なんかな、バランス固有位置感覚って言うんだけど、バランスは普通から低下してきます、はい、ここがおかしいとね。じゃあここ言うて書いたつもりなんだけど、はい、ここがおかしいと違ってくるんだよね。反射は一緒です、普通から、あ、ごめんなさい、反射低下だ、間違えた、低下です。でここがおかしいと反射は、普通から低下、更新してきます、うん、でバランスはやっぱり普通から低下してくる、うん、だからこことここでちょっと出方が違うということね。だからどちらにしても後ろの方がおかしいと、うん、反射ってよく言う室外圏反射、うん、こういうとこポンってやったらこう上がるやつ、なかなかちんちゃいやるの難しいけど、悪くなってきたりか、バランスっていうのは特にあの足をこうやってナックリング、手のひら、甲の方をね、こうやるとやっぱ無理な体勢がすぐこうやって戻すのが普通なの、これが戻りが悪くなる、そういう症状が出てくる可能性があるかもしれない、絶対出るとかね、こういうのもさ、だってこの子ってさ年齢がですね、
3月で1歳でしょ。そうです。ってことはですね、どっちもですね、はい、どっちも申し訳ないけど先天性ですよ。あ、そうですか。うん、だってこんな1歳もならん子がさ、心臓大きいって普通ないし、こんな1歳も、これがね、5歳過ぎててこういうのが出てくるのはそれはしょうがない、年とともに、はい、これもそうだけど、こんな1歳もならない子がこんな風なの、うん、からあと、痩せてるでしょ、痩せてますね、うん、全然細いんですよ、この子ね、だからなんか先天性のその疾患があるんじゃないかなと予想されます。でそこに心臓が絡んでたり、こういう腰のことが絡んでたり、はい、そうすると、わからんけどさ、新車で肝機能検査とか腎機能検査とか水機能検査でできないから、なんか矢野先生いますよ、はい、あの採血先生、私はそこまでやらないんですけど、でもそういう肝臓だ、ね、体に大事な機能はちょっと普通の子よりも弱い可能性があるかなと思って見た方がいいかな。そうすると健康チェック表、観察がめっちゃ大事なんですよ、はい、だから今回も早めに相談してもらってるから、でまずはちょっとこの場でできる範囲の処置をして、それで変わるかどうか、はい、で変わってくれば明日お薬を出そうかなと思うし、食欲ないのに薬出してもさ、効果は半減、食べてて薬だからさ、だからまず食べが戻るかどうかを見てみたいなと思って、それで明日見たいということです。わかりました。じゃあこれ殴り書きですけど、はい、ありがとうございます。じゃあもうちょっと吸入、吸入は終わり、吸入はもういいです。じゃあ酸素がもうちょいね、はい、じゃあもう10分経った酸素経ってます。じゃあ生産させてもらったら出しますんでね。じゃあちょっと待ち合いでお待ちくださいね、はい、ごめんなさい、永田さん呼んでくれる、はい、わかりました。Thank you.